ぞぞ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 ぞやあ、せつな圭だよー。次の日、昭和からの呼び声。次の日シリーズ、半年ぶりの新作。なんか次の日さ、半年に一歩のペースで上がってるからな。そろそろ来るんじゃないかなと思ってたら案の定でしたわ。前作の次の日さ、俺が部になる前に実況者よね。ちょっと半年なのに懐かしい気分です。今回の次の日はね、 えー、都会暮らしに慣れた女の人が、ふるさとの田舎に帰ってきて、その先でホラーな目に遭うような内容らしいです。まあ、俺はさ、生まれた時から、今まで田舎暮らしのアリエッティなんで、田舎暮らしのアリエッティなんで、結構田舎暮らしとかのあるあるとか、紹介しながら実況できるんじゃないかなと思います。見ての通りのホラーゲームですが、 俺のホラーゲーム実況ってね、大概怖くないっていう評判があるんでね。怖くい、あの、ホラーゲーム怖くて見えないよ、みたいな人でも、楽しんで見えるかと思います。というわけでやっていきますが、左の方のおばあちゃんがすごい存在感ですね。もういきなり、い、いきなり <laughs> ね、ねこれ、怖いを通りかして笑ってしまうような、この存在感さ。は <laughs> めまーす。後ろ、誰か出てきたよ。ちょっと、あれ。オメガレイみたいな髪の毛の人も出てきたよ。<laughs> あ、オメガレイみたいな髪の毛の人。いないはずの何かに気をつけろ。それは家の中であなたを見ている。おー、ちょっと待って。俺、家で実況してるんですけど、今、家で実況してるんですけど、家以外の場所で実況してる人ってなかなかおらんと思うけどな。なんなんだろうな。家の場、家以外の場所で実況してる人って何なんなのどっからスタジオ貸し切ってやってるのよな。俺、そんな大手じゃないな。<laughs> えっと、もう、 ご存知の方も多いかもしれませんが、次の日はね、ただ左に動くだけでストーリーが進むという簡単操作なんでね。あ、田舎に帰っているところですね、これ。田舎に帰っているところのバスの中ですね、これ。田舎はさ、電車とかないからね。各有、俺の地元徳島も電車ないからね。汽車だからね。<laughs> バスって結構、交通機関というよ,はよくあるパターンのやつです、田舎では。バス乗り場。 わあこの夕暮れな感じ。山に囲れとる、山に囲れとる年っていうのはね、あの、日の落じるんが遅い、早いんでね、あの、部活動とかもなかなか遅い時間までやれんのですよね。はぁ、あ、やっと着いた。わほんまに昭和な雰囲気やな今、令和ですよ。平成通り越して令和ですよ。今日からおばあちゃんの家に泊まりかおばあちゃんの家かなるほど。お母さん。 出張だから仕方ないけどあ、お母さんが出張だからこその、こんな感じで、おーっと、ポスター出てきました。この選挙ポスターが結構いろいろなところに貼られとるというのは田舎っぽいわ。それは田舎っぽいわ。<laughs> やだなーおばあちゃんち、古いんだよねー。いまだに和式とかかもしれんからなわからんけど。<laughs> めっちゃトンボ飛んでる。<laughs> 色欲の宣伝してるわ、おい。<laughs> これはズブロヒの作者の別のゲーム、色欲の宣伝してるけど、色欲1年以上更新されてませんよ。早く新作やらせてくださいよ。<laughs> すごい気になってるんです。井戸があるわ。みんな見て、井戸があるよ。俺、田舎暮らしなのに一回も井戸見たことないんだけど。<laughs> 田舎イコール色って印象があるけど、俺田舎暮らしのお出てきたおばあちゃん。おばあちゃんだったよな、これ。ザ・おばあちゃんの見た目してるおばあちゃんだな。目がつぶれてる。いらっしゃい。遅かったな。あ,あ、お世話になります。さ、上がっておいで。すごい。この入り口にあるこういうポストの感じもさ、田舎っぽいわ。 俺の家のポストこんな感じでついてるもん。<laughs> おおと人形じゃ。お邪魔しまーす。絶対これ後半にガタガタ動くよね。わかりますよ。これ主人公の女の子いくつなんだろうな。後ろの窓ちょっとなんか通ったみたい。ああガラスに映ってるオメガレイみたいな人。ああ、この時計。 振り子時計も俺のおばあちゃんちにあるわ <laughs>。なんかこういうの田舎っぽいね。別に田舎じゃなくてもあるんだろうけど、田舎っぽいよね。俺、こっちだぞ。俺、こっちだぞ。ははっおばあちゃんがいきなりなんか夢の国のネズミみたいな声出したけど。しばらく見ないうちに大きくなったのー。っおっと、どうでもいいけど、この鏡。ちょっとなんか錆びている感じの鏡も。 おばあちゃんちっぽいなぁ。今ちょっとお目がレ通ったけど、なんか反応遅れてすいません。爺様の送信期待以いかあっ、あれおばあちゃん今、登閉めたなんかおじいちゃんっぽいの映ってますけど。あの、おじいちゃんいますおじいちゃん生きてるおじいちゃんガラスの中で生きてるよちっとも顔見せねえのに困った時で頼ってくるんだなぁ。おいおい、ちょっと見てよこれシール貼ってる こんななんか、ウエハースのおまけのシールドがこういう柱に張りがちだよね、おばあちゃんちって。田舎の家って <laughs>。田舎の家って、俺も小さい時こんな感じで貼っとったは誰かおるよ、おばあちゃん。誰かいるのえ誰か居候してんのこれ。扉閉めた。実家は旅館じゃねえで、たまに帰ってくるじゃダメだ。誰か居候してるよね、おばあちゃん。 そんな話を私聞いてない私はじ人見知りだからそういう知らない人と話せないタイプ一緒の同じ屋根の下で話すとかちょっと無理だああごめんおばあちゃんセリフ読むん忘っとったごめんなあおばあさんにお母さんに言っといてくれややばいいろんなことにズッコみたがすぎてさおばあちゃんのセリフ飛ばしそうになるんよな 誰 <laughs> あれオメガレオっぽい髪型の人さ、あれ普通に堂々と座っとるけどおばあちゃん、ええ隠し子おばあちゃんの隠し子知らないんですけどこんな人、おばあちゃん。そんな人、親戚にいたなんて知らないんですけど、オメガレオみ、オメガレイみたいな人みたいな。さあ、あず、晩ご飯にするかねあれ誰だろう 誰だろうってなっとるもん。隠し子、おばあちゃん隠し子を産んどったわ。次の日。地上デジタルでこれ。電波悪すぎだろ。アンテナ割れ、折れてんじゃねえのか。もしもしお母さんうん。なんか家の中、電波は通じなくて、外で話してるのを。ああ、あるある。田舎あるある。 <laughs> 家の中なのに電波悪いって <laughs>。田舎あるある。<laughs> <laughs> 俺のばあちゃんちも、アンテナ一本しか立たんところあるからな。俺のばあちゃんちも、アンテナ一本しか立たん部屋あるからな <laughs>。あれ何なんだろうね <laughs>。そうなの。早く帰りたいよ。だって、トイレが和式なんだよ。私、あんなの使ったことないよ。うん、たまにばあちゃんちでさ、和式のトイレ見るよねって。 な俺、普通に現代の様式なんやけどな。<laughs> 俺んちの、俺のばあちゃんちは。え様式って、違うよ、ばあちゃんちは式だよ。え様式,に工事様式に工事したので、でも。ご飯だぞー。めっちゃ声でかいな、だとしたら。 おばあちゃんちからちょっと,鼻へと離れたおはどれめっちゃばあちゃんでかい声出して呼んできてくれてる。<laughs> 僕の夏休みのおじさんですらさ、ちゃんと自分、俺のところまで来てご飯でやることを教えてくれるのにさ、ばあちゃん遠くから呼びに来るんすごいな。あ、はーい。うん、またね、お母さん。ビッグボイスやな。ビッグボイスグランドマザーやな。 ビッグボーイズグランドマザー BBGM あ、ビッグボーイズグランドマザーシステムで防音のなんとかってかられとるからな。ばあちゃん近所でも有名な BBGM やな。ビッグボーイズグランドマザーやな。おっと、駄菓子屋か。俺の小さい頃だったらまだ家の近くに駄菓子屋あったんよな。 そこの駄菓子屋で浮いよったなぁ、飛びがさ、ゴッっかるってすごい飛びやすかったん覚えとるわ、どうでもいいだろう、そんなことどうでもいいだろう、<laughs> キューピーがあるよ、あと、あ、またオメガレイがおるわ、ガラスの中、このつぐの日の作者さんは VTuber オメガレイ用紙らしいな、オメガシスターズとは言わずオメガレイ用紙なんかな。 あ、ばあちゃん。めっちゃ声でかいばあちゃん。晩ご飯にカレー作ったぞ。あ、出た。田舎あるある。孫が来たときはカレー作りがち。ちなみに、俺がばあちゃん家に行ったときにたい夕飯に並ぶのは焼肉。さあ、上がっておいで。ふるさとの味。 やばい、今の反応し忘せたんやけど。反応し忘せて、今から反応すればしていいもんか、ちょっと悩んだらあげ結局反応できんかったわ、今。後ろで、隣で <laughs>、人が歩いてきたん。反応できんかったわ、ごめんね。ちょっと田舎暮らしのアリエッティやけんさ。うん、こういう田舎のゲームしとったら田舎のところを目ついてしまうよ。誰かおるよ。普通に階段に誰かおるんやけどな。あ、ご飯だって。え 変な子。制服が正、昭和やな、なんか。足青病気じゃないですかね大丈夫かね君。斜め45度来ました。斜め45度来ましたねあれ。<laughs> 流行ってんのそのポーズ。学校で。おっと。鏡の中の主人公の顔が青くなっていた。ちょっと映されたな。病気映されたな、ちょっと。 今回はどう開くんかなこれ。開きまして、おめでとう。じいさん、うお、おかわり、生きとったんか、おあれ。いや、死んだって言おうだよな。死んだって言おうだよ、誰だじゃあ、このじじい誰だえあれおじいちゃん、生きてるじゃん。これ、ばあちゃんが言おうたことやけどさ、死んだって。 こればあちゃんがボケ取るのか幽霊として出てきてるのかって言うたらさ前者を信じたくなるよねばあちゃんボケ取るやんじいちゃん生きてるやんって <laughs> これどっちかって言ったら前者が信じられやすいパターンな気がしますんでねまあ、じいちゃん生きとったやろうなおい後ろから誰か来とったぞオメガレイとじいちゃんがついてきたわあオメガリオがじいちゃんと入れ替わったぞオメガレイが相方をチェンジでてじいちゃん出てきたぞ VTuber じいちゃん出てきたぞお前 洗濯機。おい、後ろまだついてきてるし。おい、鏡越しで撃つ途端見たぞ、俺。オメガシスターズどころで亡くなってきたのオメガシスターズなのにさ、オメガレイの言い方、じいちゃんってダメやねいつも誘惑してる。いや、誰だばあちゃんだったわ。ばあちゃん、ちょっと、嫌な猫背のなり方してるな、ばあちゃん。何かあったかな、おとく 晩ごはんにするかねさっきまでそんな猫コじゃなかっただろう次の日ビデオでそのビデオだよテレビデオかなこれ昔おはやいのテレビデオかなワンちゃんばあちゃんの家だったらまだあ見えるかもしれないというテレビデオかな おのばあちゃんっていうテレビではありますよ。おのばあちゃんっていうの話いくらするねんって話やけどな。母さん、おじいちゃん、生きてるじゃん。えだって、おじいちゃん、家にいるよ。死んだってお母さん、どうしてそんな嘘をつくの開幕向こう側でなんか歩いてるけど、なんなんかぼちゃゃ腐ったかぼちゃが歩いてるけど。わ、私、お母さんを困らせてないよ。 ご飯だぞー出たービッグボイスグランドマザー。おばあちゃんに呼ばれたから行くね。すごいな電話。電話ボックスの中でも聞こえてくるんや。割と密封された空間な気がするんやけどな、電話ボックス。どんどん。 怖いシーンが増えてきますよ皆さん今作はちょっと序盤から幽霊がバンバン出てきよった感があるな前の人形の専門店の時はさ一周目とかはほとんど怖いシーンなかったんやけど序盤から幽霊出てきよるもんな今回の作品は不気味やなおっと出たなまたオメガレイ ポスター破壊てるっていうか、色欲のポスターだったはずなのにさ、なんか、犯人を探せみたいな目撃者を探していますのポスターになったらもないぞ、ないか。いや、ばあちゃんの猫背具合。開幕ばあちゃん猫背になったのじゃん。晩ごはんカレー作ったぞ。またカレーか。これは、ば <laughs> 田舎あるあるっていうかさ、どこの家庭ででもあるあるやけどさ、 <laughs> 何日間かカレー続くっていうあるあるやけどさわかるわえまたってまたって結構定番だろうが <laughs> またカレーかよっても結構定番だろうか慣れてくれそれは慣れてくれカレーは作り置きしたやつがうまいんじゃ俺はカレー好きだからな出たオメガレ開幕からここにおるかお前は どうした私のこと見えてるんでしょささ焼いてきますねー皆さん見えてますよーわあ読みを決める物語みたいな BGM え変な子変ですますんかこれ変ですます妙な熱い聞き方してますよー <laughs> 妙についてきてますよあ止まった 私のこと見えてるんでしょう何そのアピール <laughs> 何アピールですかねこれは見えてるっていうか見てるんですよメガレ大事なことなので3回言ったんだろうなそんな強調する必要はあるんかな見えてることにどんだけ見てほしいんだろうなまあ VTuber って見てもらってなんぼだからな見てもらいたいのはわかるよ ああ、見てるわ、ボケーっていう振動で、放ケコーチにいた。あ、ゾンビやん。幽霊っていうかゾンビやん、これ。<laughs> バイオハザード始まったで、ね。誰だ、今のに至っては。めっちゃ紫の顔の人か。ナスビおばあさんって名前つけてやろうかってくらい、ら紫のおばあさんおったよ。鏡の中のオメガレイもすごい紫になってるよ。オメガレイ推しがすごいな、このゲーム。<laughs> そうそう洗濯機も何か起こしてくるんじゃないかなって思うんですけどぞ <laughs> ちょっと笑ってまうわおどかしい機とかおららさしい機とかもちょっと分からんようになってきたけどなズルの木のギャグっていう気がするよな俺たまにたまにさこれはッヘッヘッヘッこッ <laughs> これはちょっと逆に笑えてくるわ <laughs> る俺にとっては逆系じゃこれ <laughs> 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 だってはは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 テーブルの上のその鍋の中に入ってるのがカレーかめっちゃでかい鍋に作ったな 鍋の中からこんにちはしてきたよ。私のこと見、見えてるんでしょ。言うと思った言うと思った <laughs> 鍋に使いすぎて真っ赤になってるけど大丈夫かおめがれ。次の日。 お母さん、早く迎えに来てよ。昨日のおじいちゃんのこと、本当だよ。なんか、変な子もいるし、早く帰りたいよ。え、誰って、おばあちゃんの家にいる子だよ。隠し子や。私と同じくらいの子、女の、年の子。ああ、オメガレイ。オメガレし。この演出を初めてやな。ここまで。 <laughs> ここまでさ、目立ちたがり屋の幽霊初めて見た気がするわ。誰って、なんか変な子だし、話してないよめっちゃ主張激しいな。もう出待ちしてくれてるもん。はい。今日の晩、遊、うん、遊び時間は終了のおじいって、おじ,いおじいさんのことだよ。<laughs> 僕の夏ではおじいさんみたいな出待ちの仕方してますけど、これ。もう晩ご飯ができてまーす。ははははは熱っ 圧がすごいな。ねご飯だって。えいやいやいや、ちょっと蜜です。やめろ、蜜です。小池チに見つかったら怒られるやつじゃん、お前。それ。そ、それじゃあ、呼ばれたから行くね。呼ばれたところじゃないですけどね。あ,あ、蜜なくなった。よかった。あれいないでもそのうちさ、あれ 待て、ビッグボイスグランドマザーはビッグボイスグランドマザーがおらんようにやってるぞ。青がみね、何やったっけ青、青ビがうみ中学校。これ、過去の次の日作品の学校やね。知ってるぞ、俺。次の日作品も前作やあったからな。あれでもビッグボイスグランドマザーはビッグボイスグランドマザーはどこ行ったん今日は呼ばんかったな。 調子悪いけん、あの子が呼びに来たって感じかな。アイス売り場がなんかオメガレイの頭売り場になってますけど、頭、<laughs> 等身大の頭のグッズ出しとんはオメガレイじゃないぞ、お前。ええー、とは奇跡やぞ、お前。オ <laughs> スおすまやさえとるわ そんな神聖なものか VTuber の頭って <laughs> ばあちゃん晩ごハンおめえの好きなカレー作ったでよ元気ないんかビッグボイスグランドマザー聞こえてこんかったぞはよ帰ってこいよおるよおめえの前にああ調子悪いんじゃ だからビッグボイスグランドマザーはななんでカレーばっかり作るんだろうお母さんが好きだったのかな花嫁修業してないけんカレーしか作れんのかおっと人形の髪の毛がすっごい伸びっちり化してるねまあ人形のホラーではよくありがちやけん別に驚くことでもない時計が勝手に動いてるね タイムスリップしてますねこの時計だけばあちゃん大丈夫かほれ母ちゃんと一緒に行こうな母ちゃんって母ちゃん母ちゃんあれこんな時、えこんな電話あったっけおめえは子供の頃変なものが見えるって言ってたな 見えてますね。こんな、ああ、髪の毛で正しい。またおメガレイの頭。いいンんに知らない誰かがいるとかな真っ赤か。またゾンビだよ。カメラを止めるなか、これは。母ちゃんには見てねえー、カメラを止めるな おめえは就職して、それっきりこの家を出て行っちまった。おお、母ちゃんを許してくれや。なあ。え、おばあちゃん、私をお母さんと間違えてる。冒険すぎてるな。でも、家のだけの知らない誰かって。なな <laughs> め四十五度の体勢から言ってくる。 覗いてますねおーっとめっちゃ並んどるやオメガ・レイが出迎えてくれてるやんそんだけオメガ・レイがおおってオメガ・リオが一回も出てきてないというね謎検証が起きてますがおおっとその叫び声前にも聞いたな今のうーって声さ前作でも聞いたよ知っとるよどうしたおばあちゃん <laughs> めっちゃ顔近いな <laughs> さあ晩ごはんにしようなう,うん主人公リアクションゼロ次の日昭和の映画みたいになってるよ つぐのひたーつぐのひたイムひのぐつこれ初めてじゃおいひのぐつは初めてじゃ初めてのパターンが来ましたねひのぐつさあどうなるどこまでつぐのひなるもうこっからボロボロにも程があるだろうお前。お、お母さん早く迎えに来てもうさ、お母さんの気、えー お母さんの迎えというよりさ、政府の救援を求めとるような感じのレベルの見た目だと思う、これ。バイオハザードが起きてかん、ん後のみたいな感じになったらもう。<laughs> もう帰りたいのにずっとバスが来ないの。お願い。もうわがまま言わないから腐食がすごいな、おい。えお母さん、昨日迎えに来てのええ家がなくなってるって、な、何を言ってるの 私ずっとおばあちゃんの家にいたよは早く迎えに来てわわ電話ボックスまでなかったあれ私何してたんだっけ浮気をかけされて初めて来てる家に帰らなきゃどんどん建物がなくなっていっていくかうえへへい 気がつけば、トンボもなんか変な感じやし、誰だお前に関しては。お前に関しては何だって言えばいいんだよお前に関しては。食料配給場になってる。時、逆戻ってきてんのかこれ。食料配給場って。うわあ時が逆戻ってるような感じになってる時計。計 <laughs> 贅沢はできない。もう思いっきり昭和やってる 戦時中とはな。ああ、祭られてる。でも祭られてる。<laughs> オメガライの頭が。なんて言うたんごめん、なんて言うたかわからん。ごめん、なんて言うたかわからん。なんて言うたん今。ばあちゃん、防空壕とかあるんやけど。 え、なんて逆にやっとるんだよこれご飯食べようよえおばあちゃん今なんて言ったのそれまで逆に読んでくるの <laughs> 私のこと見えてるんでしょ 闇の空間引き広がってますけどおばあちゃん笑ってるでもあの笑い声何かおかしい気がするいやお笑い声だけじゃないんですけどねおかしいの笑い声だけじゃないんですけどねこの辺一帯がタイムスリップしていってる もう何かしたいんだお前に関しては。と電話のレベル。電話の古いレベルが違うぞお前。レトロレベルが高すぎだろお話は。あのなんなんこのま、髪の毛の大女体は何なんなだろうて形がー。たがじいちゃん。 おーっと、耳に響いてくるわ。さすが、ご、ビッグボイスグランドマンー。なあ、デーモンハンドじゃ。相手のクリエイターを一体破壊するデーモンハンドが発動されました。石化されたまま引きずり込まれる。シールドトリガーを発動デーモンハンドです。もう昭和とか関係なくなってきたろもん、もそろそろ。異世界やもん、も 昭和というよりかは異世界やもん。悪空間まで来てしまうとるもんな、これ。もう平成だとか令和とか昭和とか関係なくなってきとるもんな、そろそろ。後ろからー、後ろからー、スタンドみたいになっとる。ワンチャンこの頃はスタンドみたいになっとるわー。前から来たー。ばあちゃんという名のスタンドでや。 ビッグボイスグランドマザーがスタンドになってしまった <laughs> わあどっか行ったスタンドが勝ちにどっか行ったスタンドが画面に近づいてきたやつ自己主張激しいスタンド切り抜かれとるオメガレイの形に切り抜かれとるしこれ読み残す 何て言うたん字幕出してくれよ。今のに関しては字幕を出してくれ。何て言うたんか分からん。めっちゃ自己主張が激しいんだよね。よそこにもいたのか。<noise> 何が まあ、暗さがなんか取り調べやん取り,取り調べる受けさせられるんか活動を任せてもらえるんかねねえおばあちゃんたちどこに行ったの昭和に引きずり込まれたの。 昭えっい今なんて石化されたーメジューサーやん昭和関係なくなっちゃったメジューサーとか昭和関係なくあれーやっちまったぜみたいな感じうん見えてるよ近づいてきてる 私のこと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 ,のこと,のこと見えてるんでしょう。私のこと見えてるんでしょう。目が真っ赤 もうさあ,あ時が止まってる未来館にるともう止まり方するもんさあタイムスリップしてしまったもん <laughs> 食料は配給所と <laughs> あスタッフロールきたスタッフロールの文字までに逆に抱えだろう <laughs> ゲームか博士 <お>ー <laughs> 今回はさ、自己主張激しいキャラがすごい多かったなーって。いや、いつもおるんやけどさ、あそこまで自己主張激しいのは次の日ナンバーワンやんな <laughs>。序盤からね、結構驚かす様子が多かったような気がする、今回は。んーこれまではさ、あの1日目とかだったらさ、あのー、 特に、ね、怖がらせ要素もなく終わったかなぐらいの感じで進んどったのにな。てか最後はさ、昭和にタイムスリップというですが、異世界に転生しとったもんな。制作、I'm ムシ a n さん、いつもありがとうございます。よければ早く、漆曲の方もね、よろしくお願いしますね。元戻ったな、字の、文字の並びが。 時が進んでるなどんどん昭和から令和に戻ってきようかにじこれ時計も進んでるそして時は進むのだアイシアンもう一度言いますアイだお前は引きずり込まれた 削りまれてくれ逆に描くもんね逆になってるやんその画面も <laughs> ややこしいなおいというわけで今回の次の日もご視聴いただきありがとうございました多分次回の次の日はまた半年後になるかと思いますのでよろしくお願いしますどうでしたかホラーゲームのようで俺が実況した逆ゲームみたいな感じになったでしょ 賛否両論はあるかと思いますが面白かったと思う方は高評価をよろしくお願いしますコメントくださったら嬉しいですというわけで皆さんご視聴いただきありがとうございました週あげ